時間はただいまより7分間です。背番号17、赤坂一之進君、3年生江南中学。背番号18、鈴木雄太郎君、3年生相模中学。背番号19、吉留ひなた君、2年生滝の沢中学。背番号20、山口雄太郎君、3年生相川東中学。責任教師木所満先生。監督川端博明監督。本日の記録員は酒井博樹君、3年生です。本日の第1試合、横浜高校対藤沢翔陵高校のスターティングメンバー並びに審判員をお知らせいたします。先攻横浜高校、1番レフト長野君、2番サード山崎くん、3番セカンド斉藤くん、4番センター増田くん、5番ライト万波くん、6番キャッチャー辻村くん、7番ファースト川崎くん、8番ピッチャー板川くん、9番ショート竹川くん、引き続きまして、高校藤沢翔陵高校、1番ライト松田くん、2番セカンド柳井くん、3番ショート佐藤倉くん、4番キャッチャー田中くん、5番ファースト磯田くん、6番センター八千くん、7番ピッチャー西澤くん、8番サード中村くん、9番レフト吉留くん、審判は球審岩田、塁審は一塁上野田、二塁遠藤、
二匹遠穂、三匹長谷川、三匹長谷川、外進は烈穂小島、烈穂小島、雷穂池田、雷穂池田、以上6種でございます。横浜高校シートマークの時間はあと2分です。なお、この試合のアナウンスは座間高校野球部マネージャー矢野遥香が担当いたします。試合開始まで今しばらくお待ちください。Yeah!